めっちゃ落ちてるやん。ちょっと電話しよう。あ、もしもし。いや、こないだね、買った株ね、上がるって言ったじゃないですか。めっちゃ落ちてるんですけど、どういうことなんですかね。とならないように、今日は皆さんにいいことを教えたいと思います。はい、皆さんこんにちは、スイス。はい、こないだね、えぐかったっすよね、落ち幅がやばい。バイデンとトランプのせいで株価が暴落しました。ということで、今日はそういった時にどういうふうに対応するか、そして自分の考えをどういうふうに持っていくか、まあ、半分バイアスのことなんですけども、それをね、お話したいかなって思います。誰でも債券とか投資とか株価落ちたらイラってくるもんじゃないですか。びっくりする、ヒヤヒヤする、冷や汗止まらない、まだまだ落ちるんじゃないかっていうね、そういう不安があると思うんですよ。今日はね、その不安についていろいろ話をしていきたいと思うんですけども、すごいいい例があるので、まあ、これをね、基準にして、そういった時の暴落した時の手段っていうのがあるんですよ。それをね、皆さんに勉強していただきたいかなって思ったりします。結構ね、ためになりますんで、初心者の方、特に今日の動画最後まで見ていただければと思います。じゃあ早速ね、見ていきたいと思います。行ってみましょう。はい、そしたらね、早速見ていきたいと思うんですけども、これ私が持ってる投信のチャート表なんですね。78,354円あったものが一気に72,974円落ちました。まあ、だいたい78,000円から73,000円やから5,000円ぐらい落ちたって感じですよ。で、次6ヶ月見てみましょう。まあ、これもざっと見てみたら結構落ちてますよね。次1年見てみましょう。これね、長いスパンで見た方が分かりやすいんですよ。全体的にどれぐらい落ちたかっていうのが分かります。まあ、5年で見たらね、パーフェクトだと思うんで、だいたい5年ぐらいで見るようにしていただければと思います。次にですね、見るところなんですけども、過去にどれだけ落ちたかっていうところを見たいんですよ。ここでは 48,909円から 47,075円、8,000円ほど落ちてます。はい、次にこちらなんですけども、こちらは32,780円から23,085円、7,193円落ちました。はい、こちらも一番ね、高いところから8,000円ぐらい落ちてるようなイメージですね。大体なんですけども、ひどく落ちるときは8,000円で、今回なんですけども5,000円落ちてるんですよ。見てもらったら分かると思うんですけども、はい、ちょっと画面をね、戻しました。このね、チャート表から分かることなんですけども、これ買う前に見れるんですよ。自分が買いたいと思う商品のチャート表を事前に見て、そのね、下がり幅、下落率を見るんですよ。今回でしたら5,000円下がりました。これ結構な下がり率だと思うんですよ。でも過去を見てみると、何回か下がってるんですけども、じわっと8,000円下がるパターンで、短いスパンで8,000円ぐらい下がるパターン、いろんなパターンで下げ幅があると思うんですけども、ひどくて8,000円なんですよ。なので今回5,000円しか下がってないんですよね。ってことを考えたら、まだあと3,000円余裕があるわけなんですよね。今日のね、一番言いたいことなんですけども、初心者の方、いろんな商品があると思うんですけども、買う前に必ずチャート表を見る、そして過去の下げ率を見る、どれぐらい下がってるかっていうのをチェックして商品買うじゃないですか。で、今回みたいに落ちた時に慌てずに、これぐらい落ちるなっていうのを頭の中に入れつつ買う、そして落ちた時どれぐらい落ちたかっていうのをまず見ることが大切かなって思ったりします。なのでビビったり焦ることはないと思うんですよ。過去のチャート表を見たら、落ちても必ず上がってる、それがね、特性、特徴なので、パニック売りなんかすることはないと思います。まあ、ほっといたらね、上がりますんで、あんまりこういうのってね、毎日見るもんじゃないと思うんですよ。見てもしゃあない、で見れば見るほどしんどくなっちゃうんで、まあ、ただね、特に初心者の方は毎日見て分析するのは必要かもしれません。でも見すぎは良くないと思います。そして自分が買った証券会社とか銀行の担当の方に文句言うのは筋近いかなって思ったりします。なんでか言ったら、自分が判断して買ったんだから、全てこういうのは自己責任だと思うんですよ。なので、ワロクチャンネルは初心者向けにこの動画を制作しますので、皆さんが損しないようにできるだけ情報はシェアしようかなって思ってます。はい、ということで、今日は落ちた時にビビらないようにするために、事前に買う前にチャート表を見て、下落幅をチェックしてから買うっていうことを一番言いたいかなって思ってしました。
はい、ということでワルクチャンネル、いろいろね株についてアップしていきますんで、皆さんチャンネル登録の方よろしくお願いします。そしたら、まあ今回下がりましたけど、まだまだ余裕っすね。これからっすよ。これからね絶対稼ぎますんで、皆さん一緒に頑張ってファイヤーしましょう。今日の一言、まあね、私はどんだけ落ちても絶対に動じないっすよね。のばきないだろー。